北コース4番ホール378ヤードのパー4になります、はい、さあねねちゃん、ここはどんなホールになりますか。はい、ここはフェアウェイが一見広く見えるんですけど、左には木があって、で右にはバンカーがあって結構狭いホールで、うん、セカンドはグリーンの面が見えないので、パーオンするのが少し難しいホールとなってます。はい、思った以上に長いんですよね。距離ある、うんうん、まして今日アゲンストは北向きに打っていくから、はい、まともにアゲンストだもんね、うんうん、ってことは3打目勝負になるかもしれないと。冬は厳しいよね、うん。さあ本日も青山さんとねねちゃんで、はい、ベストボール、ベストボールでアマチュアアマチュアでベストボール、はい、なんて部がいい、ね、はい、戦いになるのかわからないですけど、はい、頑張っていただきたいと思います。さあそれではまずは大原ねねちゃんの T シャット、はい、はい、お願いします。お願いします。お願いします。16歳ですか。おー、ナイスショー。はい、ナイスです。ありがとうございます。はい、では、アロマプロの T シャットです、はい。見てください、70歳ですか。見えない。見えない。あ、俺も左だ。うんうん。まあ、ここは左は広いんで。まあ、はい。ねねちゃんがいるから。うん、部がいい戦いですね。じゃあ、富山さん、行きましょう。あれが出るよね。ボールが中に入りすぎ。なるほど。あれではボールみんな右しかいからもっと左置かなきゃ、うんうん。では野口さんの T シャットお願いします。はい。じゃあいきますよ。うん、ちょっとヒールだけど、はい、うん、オッケーです、はい、まあまあ、はい、まあ、さあ行きましょう、はい、行きましょう。上り入れて175 175ヤード。さあではアマチュアチーム遠山さんのセカンドですね。残り175ヤード、うん、しっかりターンしてね。おお。おお。カメラさん方向に行きましたね。あれは大丈夫だ。はい。では野口さん行きましょうか。はい。はい、おお、ナイスショー。おー、いいですね。いや、力あるな。何番ですか今。6番です。6番。ナイスです。よかったよかった。では、青山プロチーム、ねねちゃん、残りいくつでした？155ヤードです。はい、何番でいきますか？7番アイアンで。はい。はい、おー、いいねー。いい音したぞー。
お、完璧、うん、ナイス。ありがとうございます。ナイスです。ちょっとショートだ、ちょっと左、はい、うんうん、さあではアーマープロのセカンド、はい、ああちょっと左だな、うん、まあまあ、はい、あ、さあではアマチュアチーム3打目になりますね、はい、さあ遠山さんから、おお、すごい切れる、すごい切れる、おお、なんだろう、いい感じで打ったつもりですよね今ね、ちょっと流れてっちゃった、はいはい、おお、さあ野口さん、先ほど遠山さんの切れ方見るとそうですね、で狙いが変わってきますね、ちょっとそうですね、右目に打っていこうと思います、うん、はい、じゃあ行きましょう、はい、ちょっとつっつきましたね、あれは不採用だねさあではねねちゃんのバーディーパット、はい、弱い、でも弱いの、弱い、はあ、さあではアームプロのバーディーパット、あれでも重いんだ、もうねねちゃんのあそこは入ると思うんで、あやまさん突っ込んでください、おお、そこだと、ガーン、ナイスです、ナイスです、じゃあ入れちゃいましょうか、ナイスパーです、はいはい、ナイスパーです、さあアマチュアチームパーパット、弱い弱いじゃあ続いていきます、まさかあれ見てショートってことねえだろじゃあ野口さん、はい、思い切って、ええ、思い切って、抜くショートー、オッケーしない富山さん、はい、富山さん言ってください、あ、はい、ナイスインです、はい、いいでしょう、ありがとうございます、なんかちょこっとずつでしたね